はい、こんにちは、ポンジンくんです。今日もポンジンくんの一人読書会を開催していきます。えー、今日紹介するのはですね、 沖田水穂さんの書かれた、えー、世界の神話という本を読みまして、えー、こちらがなかなか面白い本だったんで、えー、こちらの本を紹介させていただきます。えー、まず、この本がどんな本なのかと言いますと、えー、世界の様々な神話についてですね、あの、紹介した、えー、本となっております。えー、まず第1章がインドの神話から始まって、2、えー、章がメソポタミアの神話、 え、神話。え、その後にエジプト、アフリカ、え、ギリシャの神話、え、また北欧ですとかインドネシア、中国、あとオーストラリア、え、中南米の神話。え、また最後にですね、あの、古事記の、え、解説もされているというような、あの、まあ、ざっくり世界の神話ってこんなもんだよねっていうことを、あの、知るために、え、非常にま、手っ取り早いというか、あの、ダイジェスト版としてわかりやすい本なのかなというふうに感じました。 え、あとですね、え、この本がどの程度おすすめなのかと言いますと、私的には結構面白く読めるんですけれども、え、やっぱりですね、あの、漫画とか小説を読むみたいに、えー、簡単に楽しめるかといえば、え、そこまでやっぱり簡単なものではないんではないかなと、え、いう風なことを個人的に思ったりします。え、やっぱりですね、えー、漫画って楽しむのって簡単だと思うんですよね。漫画とかアニメを楽しむ。 っていうのは簡単なことだと思うんですけれども、えー、それとやっぱりあの小説であの物語を楽しむっていうのは、まあ、少しハードルがあるものだと思うんですよね。えー、そうして普通の小説よりも、やっぱり神話っていうのは、あのー、ある程度ですね、読解力というか、想像力を要するんではないかなと、え、いうふうに思っております。えー、なんで、あのー、まあ、これでおすすめですよ。個人的にはあの、すごい面白かったんですけれども、えー、おすすめですよって言われて、あのー、まあ、皆さんの誰かが 読んでみて。まあそれで初めから面白いか。面白く思えるかっていうのはまあ、何とも言えないなという風に思ったりします。あと、ちょっとあのここで脱線しますけれども。1回目からあの面白いものだけを面白いと思うと。と、えー、楽しむっていうのはあのまあ、多くの喜びっていうものを。あの本当に。 価値あるものというか、あの、楽しめるものっていうのを、えー、楽しめる機会を逃してしまうんではないかなというふうなことを思ったりもいたします。ええー、と、まあ私の過去のことを振り返ってみるとですね、ええー、まあ今、ビートルズのことなんかが、あの、大好きですけれども、一番初めからあの、 楽しめたかといえば、まあ、そんなことはなかったわけですね。また、クラシック音楽なんかも、もう、はや、まあ、15、16年ぐらい、あの、ま、ちびちびと聞いてますけれども、えー、初めからですね、このモーツァルトとか、ベートーベンとかを、あの、良さが測ったのかといえば、えー、やっぱりわかんなかったわけですよね。えー、また、ジャズなんかも、えー、っと、もう、何年、10年ぐらい聞いてるんですかね。10年ぐらい聞いてて、えー、例えば、ま、ジャズの中で、あの、マイルス・デイビスとか、えー、っと、ジョン・コルトレーンとか、えー、中には非常に難解な音楽があったりするわけ ですねえー、例えば、あの、ジョン・コルトレーンの、えっ、ー、と、なんだっけな、えっ、ー、と、ラブ・シュープリームス、えっ、ー、と、史上の愛とか呼ばれてるアルバムなんかは、理解するのにやっぱ5、6年ぐらいかかったり、えー、したんですよね、私の場合は。えー、そんな風にやっぱり、初めから面白いと思えるものだけを楽しむんではなくて、初めは価値がわからないけど、えっ、ー、と、徐々に、あの、価値が測ってくる、えー、素敵なものっていうのは、えー、世の中に、あの、たくさんあると思うんですよね。 えー、なんで、あのー、なんて言うのかな。あの、わかりにくい。 かもしれないけど、でも分かった時には非常に大きな喜びを味わえるもの。えー、その一つが、えー、神話なんではないかなというふうに個人的には思ったりしております。ちょっとあのー、何ですかあの、前置きというか話が長くなりましたけれども、まあ気になった方はあのー、実際に読んで、あのー、チェックをしてもらえたらと思っております。個人的には特に面白いなと思ったあの、気づきというかですね、あの本を読むためにあのー、気づきをメモするようにしてるんですけれども、えー、本庁から18個の気づきを得ることができます。 えー、そのうちですね、あの、本当に、あのー、お伝えしたいことはたくさんあるんですけれども、えー、あんまりまあ長くなってしまってもあれなんで、えー、その中でまあ一つだけ、あのー、紹介させてもらいます。えー、神話の中にはですね、え、トリックスターというものが、えー、まあしばしば登場します。えー、それはあのー、別にどこの国の神話に登場するということではなくて、まあ本当にいろんな神話でですね、あのー、まあ秩序を乱すような、えー、荒ぶれ者みたいなものが、あのー、登場するわけですね。 えー、それは、例えば、あの、日本神話でも、えー、古事記にでもですね、あの、登場しまして、マ、ま、ッ、あ、サノウという、あの、まあ、荒ぶれ者ですよね、えー、なんですけれども、そういったものが、あの、なんか、あの、まあ、なんて言うのかな、えっ、ー、と、秩序を乱すわけですよね。えー、例えばですね、えー、スーサノウがどんなことをするのかと言いますと、えっ、ー、と、洋服を折っている、えー、人、えー、 部屋があったりするわけですね。あの、神様の世界で洋服を織っている、えー、部屋にですね、もう、 生皮をもう全部剥いだ、もう死んだ、もう馬を、あの、投げつけて、えー、それで、その旗織りをしている人を殺してしまうとか、えー、いうような、あの、秩序を乱すようなことを、えー、人がいて、えー、ま、いろんな秩序を乱すわけですよね。え、で、これで、あの、ただ混乱が訪れるだけかと思いきや、そうやって混乱することによって、えー、今までの秩序を破壊して、新しい秩序を作っていくというような、えー、話が、えっ、ー、と、まあ、いろんな神話であったりして、えー、これって、 あの、なんか、お話しなことだけではなくて、まあ、ある意味、真実なんではないかな、というふうなことを感じたりいたします。えっと、例えばですね、あの、今ある社会を維持し続けようとすることが、今の社会を本当に維持することにつながるのか、ということにもつながってくるんではないかな、というふうなことを思ったりいたします。えっと、まあ、例えばですね、 あの、田舎の方に行くと、えー、うちの村は保守的な村なんですみたいな、あの、なんかよそ者を受け付けないみたいな、あの、村があったりしますけれども、そういった、あのー、 まあ、よそ者を排除しているような村が、えー、保守的な村が、本当にその村を存続させていけるのか、保守していけるのかといえば、えー、そういう簡単なことではないと思うんですよね。やっぱりあの、今ある現状を否定して、新たなものを取り入れたりすることで、えー、再生させることができる、えー、というような側面があるんではないかな、というふうなことを、えー、感じたりもいたしました。えー、っと、ちょっとうまく伝わっているか、えー、わかりませんけれども、えー、こちらの本、個人的には、えー、面白い本だったんで、気になった方は、えー、チェックをされてみてはいかがでしょうか。 いかがでしょうか今日のお話は以上です。